あ、店員さん、店員さん。あ、はい。店員さん。あ、どうも。あ、こんにちは。あ、こんにちは。毎度。毎度。ちょっと今日な、ど？はい、大丈夫。なんなん今日は。え、今日はここはお祭りです、ここは。あ、お祭り。はい。すごい、飛び切りでお祭り始めました。あ、ゆうすけも。ゆうすけ、お祭りだって。お祭りでございます。YouTube です。初出演です、こんにちは。立山の。ゆうすけ。こんにちは。新入りですって、ゆうすけ、飛び蹴りの皆さんよろしくお願いします。挨拶できたよ。で、おたく何やってんの？はい、ここでちょっとじゃあ外出てみましょう。何やってるか、何やってんの？いやいや、壁画やってます。今壁画やってる。はい、かき氷屋さんやってんの？はい、よかったね。さあ、今日は飛び蹴りサマーということで2日目です。はい、はい、デイ2、はい、デイ2、現在11時半で、はい、気温ももう30度超えたので、やばい、かき氷を始めました。夏だよね。はい、無料で、無料のかき氷を、無料のかき氷を。でも夏といえばお祭り、はい、お祭りといえばかき氷、かき氷といえばブルーハワイと、いうことで、はい、はい、落ちないんだね。はい、落ちはないです。で、真面目にやってるスタッフがいるさなか、はい、集計作業やりながらふざけてると。はい、氷が飛んでます。で、どんな感じなの試合の方は？あ、やべ、かき氷に夢中なんで試合全然おかけてなかった。あ、嘘。ちょっと向こう行ってみる。はい、 あ、もうこれでね。うん、そうだよ。いやー、かき氷屋の大将、いやー、映えるよ。ちょっと向こう行ってみて。これか。うん、あ、いいいいいい、映える映える。映える、映えるよ。飲食店やろうかな。うん、飛び蹴りっていう、うん、そういうスキンどうぞ。今日天気いいな。これどこのチームだろう。手前は、手前は、もうパッとわかるでしょ。わかります。水色は江戸空 FC。 江戸空ね、はい、神奈川県のプルチーム。コーナーキックなんで、コーナーキックチャンス、はい、入ったよ。はい、あの17番の選手は、ジェフさんに。どっちの17番？今決めた、江戸空の水色の、はい、17どこ行った？これです、この子です。1人、あ、ビッグサイズ、ビッグサイズ、ユナイテッド。はい、ユナイテッド。じゃあ僕の後輩だ。そういうことになりますね。はい、まあ、小ネタ出してくるけど、来年お会いするでしょう。おーおーおお、プルチーニと、プルチーニと江戸ソーラ、はい、江戸川、ね、はい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 。あっちはどこだろう。あそこは横浜すみれと、うん、って多いんだよな。どうなん、結果結構終えてんの？終えてます。で、明日のと、明日決勝トーナメントでしょ。今日決勝トーナメントです。ああ、そっかそっか。夕方から、うん、はい、それで明日優勝決まるでしょ。明日4、ベスト4、各トーナメントベスト4と、うん、決勝です。なるほど。はい、優勝候補は、優勝候補は大阪府専門です。あ、そう、強い強い、やっぱり強い強いか、ほんと1位。あ、そう。はい、まあ、けど楽しみだね。ここ関東という地で、うん、横浜すみれめちゃ本当にいいんだけど、どうかな。ああ、すみれもいいんだ。はい、次がね、すみれと千本のゲームなんですけど。ああ、そう。はい、まあ、直接対決が、直接対決。ああ、大袋だね。あ、大袋ね。今日もちょっと風が吹いているから。キューズ、キューズね。水浜松、それやばいよ、間違えて。やばいです、うん、赤は厳しい。ちょっと赤多いね。魂の赤が多いね。魂の赤ね。うん。スミレ。あ、スミレ。ね、そうだ。俺陽気なスミレ。1目ので聞いてみたさ、S と P ってあるじゃん。俺知ってるよ。S はスペシャルだろ。シルバーのスーパー。S はシルバーで、P がパープルで。パープルはスーやめろ、お前。もうちょっと撤収、撤収。撤収しないと。次俺ら。次。え、待って。でもさ、こんな騒いでるけど、YouTube で見てんのかな。見てる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 。だから僕のこと載せてください。はい、問題です。何チャンネル？飛び切りチャンネル。素晴らしいじゃん。フォローしてる人。はい、嘘。ほらー。じゃあ今日フォローします。今日フォローします。今日します。今日します。今日します。もうね、今日の夜ね。今日の夜出るから、じゃあ見て。今日の夜。見ます、見ます。この動画がカットされなければ。いや、カットしないでください。堀田君次第だよ。カットされるかどうか。カットしないでください。お願いします。フォローするから。フォローするから。今日の家に100回。
いいね、1回しかできません。あっちは優勝するぜ。絶対優勝したら出るよ、完全に。絶対に。あっちは、あっちはエスペランサ。エスペランサ、あ、調子ね。はいはいはい、調子からね。調子から、なるほど、同じ半島からですね、じゃあこっちはね。めちゃめちゃ僕のフォロワーさんがいるということ。あ、いるの。じゃあこっち移しよう。そこで負けるじゃないよ。すいません、試合中、あ、いくよ。おいで、次。あ、じゃあ黄色は、黄色は、うん、あ、違うね、フラッグだね。なんかさ、黄色も多いね、今日。黄色も多い。だってほら、右も真ん中も。これ、スポーツフラッグだと違かったね。うん、埼玉の FC クラッキー。あー。毎度おなじみのおさなさん。クラッキーさんね。なるほど。対する、うん、今、ビブスで練習試合か。今やってるんだけど。あー、そうなの。そう、この時間練習試合。なるほど。城西ジェフシー。城西か、はい。なるほど。それでかき氷屋のおじさん、はい、どうも。あっちは、あっちは FC 君津。ああ、はいはい、黄色と緑のね。黄色はね、はい、うん、おいで。もう一つ白が、うん、戸塚。ああ、なるほど。戸塚はどうなの今日は。ちょっとね、うん、今日は振るってない。ちょっと振るってね、うん、結果が伴わない。なるほど。キャプテン、キャプテンっぽい、はい、横浜すみれ。キャプテンって言っとければ、言っとけばね。カップルの、うん、なんだって。君たちは S ね。こっちが P、 こっちが P、 あの A チームで。あ、君たちがスペシャルね。俺は A チーム、スペシャルな。こっちプライマリー、プーマの P だって。ちょっと今日横浜すみれ出演率高いな。あ、確かに、うん、やったね。かなり高いな。どういうこと、どういうこと。キャプテン、寒いし、はい、チームはど、横浜のどこですか、チームは。横浜のすみれ。なんで考えたの今。横浜の鈴木区の、鈴木区ね。勝手に俺すみれ区だと思って。俺試合だ、試合、試合、試合見てるから、試合見てるから。横浜すみれ、さよなら。さよなら。かわいいな、ね。かわいい、12歳だよ。いい感じ、かわいいですよね、だって。カットやな。カットやな。一、はい、人だよ。一人だけだよ。いいの？オッケーです。ちなみにさ、この人知ってる？かき氷屋さん。やかましいよ。お、知って、知ってるよ。知ってるわ、うん。当たってるやつ。めっちゃ知ってる。めっちゃ知ってるじゃん。当たってねえわ。かき氷屋さんじゃないわ。はい、じゃあチーム名と、はい、はい、チーム名と、じゃあ何県？はい、チーム名と。何県？東京都県。あ、何？東京都県なの？レオネ？レオネ？ケースレオネ。ケースレオネって東京なんだ。キャプテン。東京の、どこ？僕キャプテン。あ、小平。小平。小平か。小平。ありがとうございます。なるほどね。初めて知った。飛び蹴り初めてかな。頑張って。ありがとう。初めて？かき氷屋さん頑張ってください。ねえ、かき氷屋のおじさん。え、無料？飛び蹴り初めて。おお、え？飛び蹴り初めて？初めて。飛び蹴り初めて。この代は初めて。あ、そう。ああ、他の台はね。そう。ああ、え、かき氷屋さん。じゃあかき氷プレゼントだね。うん、プレゼント、うん、よっしゃー。無料では全部、もうね、かき氷屋のおっちゃんが全部払ってるから。ああ、よかった。すでに料金は払ってます。じゃあいっぱい頼んで。ええー、みたいな。焼きそばソースかけてやる、うん、あ、じゃあこれ好きって帰る。あ、好きって帰る。うん。いやー、このクソ暑いのにさ、うん、みんなまあ元気ね。まあ元気ね、うん、まあ元気、うん、でもだって俺だってこのエプロンつけてるだけでここもめちゃ暑いもんだって。それだけで限界なのね。え、かき氷屋のおじさんになりすましてね。あの子、この人知ってるなりすま。これアップルチーニね。ねえ、ブルーチーニってこういうユニフォームだった。そう、あと、あ、そう、赤とかっこいいね。赤とちょっとなんか黒のライン。あ、そうそう、赤の黒のイメージだったから、こんななんか夏は爽やかでいいなっていうね。白いいよね、感じですよ。うちも今回ユニフォームあるからね。ここ、あ、そうだね。こうやってね。はい。これだ。かき氷屋のおじさんって言うなよ。毎回そう言われちまうよ。やだよ。YouTube 上でも。困った。ケースレオネもそうだけど、うん、まあこの台は初めてっていうけど、うん、他の台来てるっていうことが多いから。うん、そういうチームいっぱいあるよね。ね。
新規のチームもいいけど、ね、うちはリピーターがすごい多いんで。いやけどかき氷やっぱすごいね。ね。人気がね。人気がね、やっぱ暑いから、こんなもんはもうサービスで。やってあげるっていう感じがいいんじゃないでしょうか。2日目だから、うん、ちょっとこう立山の街を散策し始めてる。あ、そう。ここからほらもうグランド5分ぐらいのところに海が、東京海岸が、はいはいはい、沖ノ島っていう、はいはい、あ、最高だよね。最高な、で砂山っていうところ、砂山行きたいんだ。あ、わかるわかる。ちょっとさ、この YouTube として立山のいいところで砂山はね、冬とかの方がいいよ。夏はもうね、ただの砂漠だから。マジで地元民と知ってる？砂漠。砂漠？うん、ほんと砂漠だよ、もう砂山だから。だから暑いだけ、水持っていかないとね、オアシスはないよ。怒られるよ、立山暑いだけ。確かにすごいいいとこだよ。どうする立山の方見てた？もうね、あのここで、はい、カットして、はい、すごいいいとこ、砂山は。無理がある、無理ある。この辺にね、砂山のあれが、はい、出てるから。あ、いいね、いいね。砂山ガイダンス、なんかやりたいね。そう、観光の、あのソリとか持ってったらもう最高よ。あ、うん、あ、そんな傾斜ある。そうそう、で水筒持って、はいはいはい、まあまあオアシスだよね、もう。いや無理ある、いろいろ上塗りできない。無理あるな。まあ海がいいです、はい、夏はやっぱし磯遊びを、子供たちが遊びに来るには最高の場所なのよ、うん、ね、磯遊び。近くにいっぱいね、うん、あの美味しいご飯屋さんもあるから。そうそう、お刺身食べて、うん、来た保護者の方たち、クジラのタレ食べたんでしょ昨日。クジラのタレ食べた、うん、クジラのタレってなんだと思ったけど、うん、美味しかった。俺も未だによく分かってないけど、黒いタレを漬け込んだっていうこと でマヨネーズと七味、一味とか七味で、なんか酒とばみたいな感じだったよ。あ、そう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 、そんな感じ。すごいジューシーで、うん、まあ独特だけどね、うん、うん、美味しかった。あ、美味しかった。あ、本当。だけどお店はねぶた茶屋って言って、青森の店だったんだけど。へ、うん、相変わらずわけわかんないことやってますね。うん、そうですね。でも立山、何時まで昨日は遊んでたの？10時ぐらいにはもう。ああ、そう。はい、まあ遊ぶ時遊んで。遊ぶ時遊んで。うん、今日はい、これですから。今日朝からだって仕事してたんでしょ。今日朝からかき氷やってます。ライン引いて。はい、ライン引いてかき氷やって。素晴らしい。で、みんなに何やってる？今日もやっぱり何、動画は。うわ、すごいシュート。今日も当日あげるんだよね。あげんの？あげますよ、皆さん。アップロードにね、昨日1時間半ぐらいかかった。もう何回か寝そうになって、もういいかなと思ったんだけど、昨日言っちゃったから。ちょっと俺信じてなかったもん。昨日上がってこないだろうなと思った。上がってきた。うんうん。とりあえずね。はい、だからもう昨日も言ったけど、いつまで続くかまあ分かんないんで。はい。いや、俺はだからあの、俺もいいねしたんだけど、うん、それは何かって言ったら、本当にあげたいいね。うん、あ、編集でね。あげてくれていいね。なるほどね。じゃ、うん、そういういいねも皆さんください。はい。いや、コメントでちょっと皆さんね、勇気づけてください。はい。続けてくださいって。来週はだって、こういうのもさ、来週から飛び蹴り1の U13 始まるじゃん。U13 ね、全国大会が。はい、とかっていうのも、はい、いつもは来週から始まるよねとか言っときながら、うん、もう動画アップしてんのが1の大会終わった後とかなの、うん、そうわかる。そうなんだよ。そうだから、堀田が何こういうタイムリーじゃないこと言ってんだろうっていつも編集しながら思うわけ。はいはいはい、思うわけ、ね、わけよ、わけよ。でも今日あげるから、はい、本当に来週1の全国ですから。そういうことですね。楽しみはね。そうなんだよね。まあそこのちょっとタイムラグあるのは動画としてはナンセンスになっちゃうから、うん、そうだね、うん。いや、そこに、これ何？コラソン。そうです、コラソン千葉と、はい、S4 スペランザという栃木のチームです。はい、ああ、そう。あ、栃木県。はい、S4 スペランザさんも何回か、何回かこの地に舞い降りて、うん。すごいね、だから栃木、静岡、うん、ね、神奈川。まあ、便はいいんだろうな。うん、で、大阪だよ。大阪だよ。うん、千本さん、やっぱいいチームだね。本本チーム。いや、なんか、まあ、飛び蹴りっていうところにこうね、うん、あの関西予選来て、で飛び蹴りだからいろんなねチームと交流できるって信じて来てくれてるから、はい、いや本当けどいいチームたちがいっぱいいるので、うん、まあ何の気なしにねこう飛び蹴りだからこうなんか最近言われるのちょっと嫌なことあるんですよ俺。聞いてください、悩みそうだ。最近言われるのはなんか強いチームしか来ないんでしょみたいな。ああ、なるほどね。うちはそうじゃないんでみたいな。そうなんです。ちょっと寂しいなと思って。何を言ってんだと。うちはエントリーするのはちょっとおこがましい。ちゃあちゃあちゃあ。何言ってんだと。何言ってんだよ。ね。そうです。そう、皆さん。地べた這いつくばってきたんですと。そうですよ。我々。そうです。全然そんな。え、本当そうだよな。俺たち本当そうだよ。地べた這いつくばってきたんだから。なんかそういうなんかだから
僕なんか言うのは、その経験が後々じゃあここからね代表選手もしかしたらそこから出るかもしれないし、うん、プロなのかもしれないけど、その時一緒にやったことあるとか、対戦したことあるとか、飛び蹴り知ってるよとか、うちはその映像を通してこの子飛び蹴りの2023サマー出た子がプロサッカー選手になりましたって映像の時に、うん、俺出たことあるんだけどみたいな、うん、結構ね TikTok にもいるのよ、僕飛び蹴り予選で出ましたとかはい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 、あのなんか大阪予選で負けましたとか、あ結構ね TikTok も最近みんな TikTok もそういえば見てねって、そうだね TikTok のちょっと知らない人いるかもしれない、うん、コメントとかめちゃめちゃ嬉しいですね、ああやってそうそうそうめっちゃ来るよ、やっぱほら若い子たちがみんな見てるから選手たちが多いのよ見てんのは、だから僕も出たことありますとか YouTube よりコメントってもうなんか全然違うもんね、 TikTok は本当そうだね、うん、だみんないいコメントをね、はい、楽しくやりましょう、楽しみましょう、うん、ホッタのアンチとか、ホッタのあれいらないとかたまに来るけど、それ消してんでしょだって。すぐ消す。ダメだよそれ。すぐすぐ。それはもうフェアに残そう。フェアなのそれ。フェアフェア。仲良くね。そう最近 SNS のいろんな問題ありますけど、ね、あの僕たちが残したいのは何かさ楽しんでいろんな映像をね。間違いないよ。今のこの一瞬を残したいだけですか。はいそうです。なんで TikTok もぜひ。フォローコメントお願いします、ね、でもまずは自分のアカウントフォローしてほしいんでしょ、間違いない、個人のね間違いない、それもうずっとそんな感じ、うん、けどフォロワーさんから声かけられて、うん、ちょっと靴下プレゼントを、ああなんかプレゼントするもんいっぱい持ってるもんね、持ってる、こういう T シャツとかもたまにくれたりするんでしょだって、いいよね、いいよでしょ、いい全然いいよね、まあフォローぐらいじゃちょっと難しいかもしれないけど、はい、靴下ぐらいだったらすぐ開けちゃうんでしょ、靴下ぐらいだったらまだ何歩かも余ってるしね、うん、トートバッグもある、あそんなのもあるんだ、シューズケースもある、なるほどね、いや歴代のノベルティグッズうちまだいっぱいあるんで、確かに僕に声かけてくれたら、はい、なんかあげますとよほったって言っただけであげちゃう、 あいいじゃん、うん、で写真撮って、うん、あのメンションしてくれたらあげちゃ う, そういいじゃん、ね、それいいやん、いもうなんかシンプルに声かけてくれただけで僕は嬉しい、間違いないね、会場に来てぜひ見に来てくださいって、そうです、会場に見に来ていただいて、これが育成の年代のサッカー業界を盛り上げる一つにもなるの で, そうなんです、会場に来て、はいね、会場に来てとにかく、まあ、自チームの子供たちもそうだけど、うん、この会場の雰囲気を味わう、そうだね、大人楽しいんだもん、うん、だこっちはこんな本気出してかき氷やってんだから本気出してここ本気出してさびちゃびちゃよ、マジで、ね、30いくつになって、あやめろ、ね、こんなかき氷屋ですなんてやってさ、みんなね真剣に投資で仕事してんのに、ね、表彰の時にやーってやってるそうだよ、でもこっちはって真剣でやってんだと、真剣こんなに楽しいことないよ仕事でやってんだと、楽しんでもらえないんだよ、多分ね子供たち遊んでると思ってる、あのうちは何遊んでるの氷投げてくるわ、そうそうそう絡んでくるわ、うん、ちょうどいいね、はい、楽しい大人を見せていきましょう、そうです、はい、あの大会というものはただこれができたら OK ではないんです、そうやな、この周りが含めて子供たちがこの思い出がいいんです、かき氷楽しかった、うん、美味しかった、あいいよ、ね、堀田さん面白かったの印象で十分終わるイベントも OK、 シューズさんが一緒に写真を撮ってください、あ堀田君と、はい、よかったね、かき氷だけでいい、シューズさんが一緒に撮ってお、はい、このかき氷おじさんと、じゃあ行ってらっしゃい、この辺でじゃあ撮影ちょっと終了、はい